こんばんは、さじ加減の村上香織です。今日はね、一人でじっくりとお送りしていきたいと思うんですけども、でですね、今日収録されている日がこちらですね、10月13日夜の11時ですね。10月13日何があった日かと言いますとですね、こちら皆様記憶にございますでしょうか。こちらですね、僕の写真ですね。で、横に写ってるのは太郎さんですね、飯島太郎さん、はい、こちらとですね、あの打ち合わせをしたんですね、渋谷にて、豪華なしゃぶしゃぶとともに打ち合わせをしていたんですよ。で、その模様をね、川上師匠がツイッターでアップしまして、で、まあそれでね、打ち合わせ順調だよみたいなコメントがね、ありまして、ツイキャスのことだろうと思ってね、まあワクワクしながらみんなコメントを返してくれたわけなんですけども、実はね、ツイキャスの打ち合わせじゃないんですね。はい、まあ、この動画が、今放送されているのは多分1月の中頃ですかね。これ実はですね、さじ加減の2人、渋谷まさると杉浦智也をドッキリにはめよう、そういう企画をね、実は3ヶ月前から実は計画していたんですね。でですね、この動画が、配信されるちょうどその時にですね、ドッキリが行われてるんじゃないかと、もう直前にね、アップしますから僕が YouTube にて。で、その、ドッキリの内容というのがですね、その2人を韓国へいきなり連れて行こうかと思っております。まあ空港にある理由で呼び出すんですけども、まあ仕事が入ってきたと。空港内に入るのにパスポートがいりますので、まあその仕事を理由にパスポートを取っていただき、そしていざ空港にこう来てもらった時にこうネタが明かされるという。でもこれもちろんドッキリですから、まあこの後韓国に行くよっていうのを知ってるのは川上師匠と、飯島太郎さん、そして僕、この3人だけですね。その2人はもちろん知らないので、普通の普段着で、何も持たずに韓国へ、真冬の韓国へ、マイナスね10度とか行くらしいですからね、それを東京の1度2度の普通の格好でね、彼ら来ますから、その辺楽しみですね。まああとその仕事に関してはちょっとね、うちの山田と一のプロデューサーのね、力をちょっとお借りしまして、はい、そこちょっと手伝っていただき、彼らを今からドッキリにはめようかということでございます。韓国についてからもね、ツイキャスとか、はい、やりますので、まああともちろんこの YouTube のね、動画用にちゃんとカメラも回しますから、皆さんご期待くださいませ。ということで今日はこの辺で失礼いたします。皆さんこんにちは。企画書ができました。こちら1ページ目をめくると概要が載っております。名称カッコ仮、さじ加減の、フナッシーはソウル、嘘でしょ。目的、さじ加減の、渋谷まさる杉浦智也にドッキリを仕掛けると、ソウルに連行。主催師匠ですね、で裏で糸を引いている人たちです、これが。はい、で成田空港から、ソウルへと行きたいと思います。でこのドッキリのポイントですね、渋谷杉浦には事前に成田空港でのイベント MC と嘘の告知。そうですね、偽のお仕事が入ったということで、成田空港に呼び出したいと思います。で出国検査後の店舗でのイベントなのでパスポートが必要、これ過去嘘ですね。はい、まあ、パスポートないとソウルに行けないんでね、こういう嘘をつきます。で当日ですね、東京がすごく暖かくてソウルが寒いとすごく嬉しいですね。これは今日暖かいからなんか余裕だな、この格好で行くかみたいな感じですっごい薄着で来てくれるとね、ソウルは北海道バリン寒いですから、杉浦智也というねすごく寒さに弱いあの細い男がどうなるのかというところがございますよ。で、次これ最後ですね、偽の企画書です。はい、成田空港のね免税店ブランドモール、はい、販売促進キャンペーンということで、はい、まあこの多分ここのゆるキャラがここの店舗にてね、
出てきますんで、まあそのイベント MC をやってくれという、そういうね嘘の企画でございます。はい。で、これをね、うちのトイチピーにお渡しして、トイチピーの方からこう仕事の案件が来たというふうに言っていただき、まあ着実に進行していこうかと、思っております。ということで、やつらの驚く顔が目に浮かぶぜ。お疲れ様です。お疲れ様です、ね、自分でね、無茶振りしときながら400人動員、まあ、結果蓋を開けてみれば663人と、見事にさじ加減解散回避を一歩ね、大人になったっていうか成長したさじ加減が見れたから、そうですね、これはすごい満足だし、いや来年に向けてね、来年というか、まあ、2014年か、はい、うん、2014年こそは、はい、またさらなる発展、はい、そうですね、はい、いきたいと思って、まあ、実はほら一応解散かけての公演だったから、この結果が出るまでは、黙ってようかなと思ってて、はい、で、まあ、今回解散回避できて663人という本当にたくさんのお客様にご覧いただいたっていう、まあ好結果、うん、好成績というかを祝してじゃないけど、実はあるお仕事を、お仕事、はい、いただきました。こちらです。成田国際空港、免税店ブランドモール、販売促進キャンペーン2014、ゆるキャラたちを免税店に、ふなっしートークショー付き販売促進イベント in 成田。今人気のゆるキャラとさじ加減を絡めたイベントっていうのを、実はいただいてたんだけど、なんすか、なんすかこれ、もし3人がやりたいっていう風であれば、はい、ただこの仕事を受けるに条件が一つだけあって、え、あ、こっちですか、違う、ギャラはいい、あ、違う、これもちょっとカットしてない、ギャラとかじゃなくてカットしたよ、それカットで、成田って空港じゃん、はい、で空港の免税店って、はい、なるほど、中にあるんだよ、要はいろいろ、なんていうの、通った後の、あ、そういうことか、理解しました、どういうこと、パスポートが必要なんだよ、正解、一回通らないといけない、あー、持ってる、持ってね、パスポートってどのぐらい取れるかなんだよな、パスポート1週間ぐらいでしょ、あ、そんなもんか、確か、じゃあもう本当に例えばこの疲れてるとこ申し訳ないんだけど、今週とかに、まあ、3人でパスポートだけをちょっと申請してきてほしい、でも本当に行くんだったら多分今週中にやらないと、そうだよね、来週になったら、元々だもん、しかも来年になりますとか言われる可能性がある月じゃん、あ、じゃあ今週行かなきゃさ、うん、まあそんな感じで、はい、はい、分かりました、じゃあ、受けるということで僕は明日、はい、担当の田中さんに電話してみます、よろしくお願いします、はい、お願いします、じゃあ我々のミッションはなるはやでパスポートを取ると、さじ加減これを次回やるということになりました、3人で、何をしたらいいか分かんないけど、はい、とりあえず頑張ります、頑張ります、はい、ただいま12月の17日、プロデュース公演が終わってもう2日が経ちました、ということで私今新宿におります、新宿のですね、どこにいるかというとこちらですね、 HIS こちら、今から成田発ソウル行きのチケットを取りたいと思います、ドッキリのために今からですねチケットをこちらで取って、まあ当日彼らにこっそり渡そうかと思っております、ということで、ここから行きたいと思います、ということで、先ほどね、担当の方とお話をさせていただき、取れました、成田からソウルへ行くチケット、無事予約できました、これをね、当日、まあ、偽の仕事として来たあいつらにババンと突きつけてやります、あいつらの驚く顔が
メニュー浮かぶぜ。